逆に見ちゃうと顔が上がったりしてるんで、どんな感じで。わかりました。いきます。全然死んじゃない。はい、OK です。もう終わりか。そうですね。今、撮って、ちょっと。あ、ご覧になりますか。見ていただいて。こういう感じで、200枚が同時に撮れてるんです。わあ、すごい。めちゃめちゃいろんな角度から見られてるもんね。すごい。え、なんか同じ顔してますね。いやいや、ご本人様です。ね、それは同じ顔じゃないと。いや、笑顔、え、なんか怖いぐらいに笑う。もうちょっと変えてもいい？もう一回撮りますか？いやいやいや、全然大丈夫です。はい。でもやっぱポージング的には最初のがいいのかなと思いました。え、この中のカメラの写真撮ってもいいですか？はい、どうぞ。大丈夫です。いいですか？大丈夫。はい、すごい。ありがとうございます。あ、じゃあせっかくなので撮ってもらっていいですか？ありがとうございます。いいですか？いきます。一回いきます。ありがとうございます。今日初めて 3D ガチャというものを撮らせていただきまして、多分200台ぐらいあるんですかね、上から下からカメラがこうぶわーっと並んでる360度あるところに立たせてもらいました。あのカメラ好きとしてはですね、ちょっとテンションが上がって自分のカメラにもちょっと一周収めさせてもらいました。あの完成した 3D ガチャ、ぜひ皆さんに見てもらいたいです。お願いします。はい、じゃあ次のポーズいきます。すごい。ちょっと音がすごい。はい、ちょっとカシャーっていう。うんうん、一番最初ここで。はい。あ、どっちがいいんだろう。今回のポーズとしては、はい、まあ、こういう感じでちょっとやっぱ1ですかね。1ですか、はい、一番最初が、はい、はい、じゃあ1番。ありがとうございます。最後いきます。はい、チーズ。はい、瞬間的にカシャッと撮っていただいたんですけれども、結構一瞬だったので本当に 3D になるのかなっていう。ただ200台のカメラに囲まれているので、ちょっと初めての空間でした。すごくワクワクしました。はい、ありがとうございます。事務所の公式 YouTube の撮影もさせていただきます。よろしくお願いします。おめでとうございます。ポーズなんですけど、はい、一応こんな感じで案はあるんですけど、もしそうですよね、送ってくださってありがとうございます。好きなポーズで全然大丈夫です。締めてる方ですよね。私もそっちかな。多分なんか全体的な表情、多分ちゃんとまとまってるかなっていう気がする。真ん中で大丈夫ですか？真ん中で、これで。いまーす。はい、チーズ。イヤリング、イヤリングつけんなよ、俺。手間だよ。手間だよ。細いよ。事前にちょっとっていう。よかった。
3D ガチャの感想ですか。あれだけのカメラに囲まれたことはあんまりないと思うので。ないですね、はい、見たときびっくりしました。なんか映画でも撮れるんじゃないかってぐらいのセットで、いやでも一瞬で綺麗に撮っていただけたので、ぜひぜひゲットしてくださいありがとうございます。おー、うわー、皆さんこんにちは、ライエリナです。あ、これ公式ですもしくは泣きの1回っていう。だって角度で選べないじゃないですか。そうですね、もはや何で選べばいいか。まあ表情とか、表情だね、ほとんど表情だと思っていただいて。おお、このカメラが捉えている。形をどんどんこう他のと比較しながら作っていく。でだんだんこう細かくしていくっていう。まあこんだけカメラに囲まれることもなかなかないと思うのでお願いします、はい、怖かったです。本当に一言日頃の行いが一発で出ちゃう、隠せないものがいろいろあるからすごい怖いなと思いました。もう今回は最後にしたいです、まあ、楽しみですけどね、はい、あ逆に貴重ですね。溝にやられました。案として片手上げていただいて、はい、あ、かわいい、かわいい。じゃあこれでいきます。かわいい。あ、じゃあこの最後のこれ、そうなんですけど、全部すごい私だえ、すごい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 、何入ってすごい、え、ほら回してみます。私まんまマジ感動。はい、いきます。はい、チーズありがとうございます。感想ください。すごいですね、あの200個のカメラが周りについてるらしいんですけど、200個、それが一度にパシャってフラッシュたかれながら撮られるんですよ。結構衝撃的だったんですけど、早く終わって、一瞬で終わっちゃったので、これでなんか 3D の自分の情報がバレたと思うとすごい感動しました。あ、よかったです。これ柄があると逆に難しい。音がでかい。誰かが写真を。あ、あっちに。はい。そういう。どこを見てるの？ちょっとあのカフェだからいろんなところからあるんで微妙ですけど。なんか横向いてる感じなのは別にいいですかね。今同じカメラなんで。これはシャッフルが回ってるから嫌だ。まあ一番左かな。これでもいいじゃん。絶好でもいいじゃん。すごい。写真を組み合わせて、はい、一瞬で撮ったやつからこう情報をそれぞれ持ってきて、全部平面、全部平面なのに。はい、へえ、すごい。はい、チーズ。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。撮影の感想だけ。いや、なんか初めて。いろんな撮影してきましたけど、初めての感じだったので、仕上がりとかが誰が正解かが分かんなくて難しかったですね。でも面白かったです。
見ると。いや、わかんない。まあ、ほぼ一緒に。ほぼ一緒な感じで。表情もポーズもほぼ一緒な感じで。お任せします。打ち上げも。はい、現地まで。うん。2枚目いきます。はい、チーズ。たくさんのカメラ、今回200台のカメラがあったんですけど、はい、こういう撮影って慣れてますか？いや、初めてしました。すごい不思議な感じです。すごく貴重な経験させていただきありがとうございました。どれがいいですか？リンクかわいい。じゃあリンクにします。平面も一緒だと消えるんですよね。どこで消えちゃいます？携帯。あ、すごい。私の携帯から飛び出してる。そうですね。すごい。そっか、一周して一周してもいけます。あ、本当だ。裏抜けます。あ、そういうことね。そうです。で、なんか書くんですよね。サインだけです。あ、サインだけ。じゃあ、なんかありますか、ポーズ。私今番組で15台のカメラとスミレーナっていう企画をやってて、15台でも多いのになっていう、あの200台のカメラを目の前にするとものすごいなんか見られてる感がすごくて楽しかったです。どんな感じになってるのか私も楽しみにしてるので、皆さんも楽しみにしてください。すごい。え、これどれを見るんですか？あ、正面の遠くの方。遠くの方。特にカメラを切る、あの、あ、見ない。向こうも壁ぐらい見るつもり。はい、あ、わかりました。じゃあ 3D になるんですか？そうです、そうです。で、一旦、一応今3カットだったんで、はい、もしどれか、これがいいというのがあれば。あ、全部一緒。はい、ほぼ一緒です。です。あ、そうですね、前に出てる方がいいかな。右側の2つの方がいい気がします。はい、はい、一番右にします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとそれで今、3D のモデルを作っちゃいます。はい。うわあ、なるほど。回す。すごい。カメラを回してそこに立ってるので。こういうこと。はい、すごい。なるほど。うわあ。あと3枚やってもいいですか？はい、すいません。いきます。はい、チーズ。今日初めてあの200台のカメラに囲まれて撮影をしたんですけれども、なんかね、一気にこうフラッシュが光るんですよ、全部360度から。すごい不思議な体験でした。あとなんかこう、その360度カメラの中に入るのってなんかちょっとドキドキするっていうか、変な感じでした。どの角度からも自分が見えるっていうのも今ちょっと見てきたんですけど、面白いものができると思います。楽しみにしててください。